PPTR、うん、はい、どうぞどうぞどうぞです。今回は初心者さんでもできるコスチュームグリッチですね。物件売却コスチュームグリッチと一緒に同時にできる手順となってます。必ず1のデータ、左側から右のデータ2に移すという一方通行ですね。まあ、応用すれば他にも使えます。というわけで、1のキャラクターの男のキャラクターにこのようなコスチュームが欲しい場合、そして1というね、レシピとして紹介しています。これを1の男のキャラクターにこういったね、服を買ってくださいと、順番に歩いて説明していきますので、これを購入して最後保存してってください。服のコスチューム保存っていうところの1というところにね、保存していきます。これですね、服のマークがついてるとこ、白のシャツ、こういうのをね、着用してますよと。そしてベストはこれを着用してますよと。もし解説が早すぎる場合は速度などを変えることできます。YouTube のね、設定で速度を変えることもできますので、ゆっくりやりたい人は、速度を変えてみて確認もしてみてください。というわけで、このままネクタイもこのように、購入して着用しますよという感じで説明していきますね。次が多分ね、ズボンとか、まあ他の手袋とか、こういったものをやっていきます。で、中には、フードをかぶってくださいとか、そういうものありますから、よく確認してください。番号で追っていくと間違える時があります。なぜかというと、アップデートされるごとに、服が追加されるごとに番号は変わりますので、商品名で基本、覚えた方がいいと思います。このもののラバー加工というのは番号じゃなくて商品名で覚えておくと、アップデートが入ってもずれるということはないですね。だから必ずコスチュームレシピというのは番号、まあ目安としてね、82分の65とか覚えてもいいんだけど、基本は商品名で覚えた方が確率ですね。で、次はこれ2番目のコスチューム、これをね、入手するためには、じゃあこの、コスチュームを着用してくださいっていう感じで、またこの続きをやっていきます。これ、この動画かなり長くなると思うので、自分が欲しいコスチュームね、2のレシピとか3のレシピとか4のレシピとか書いてありますので、その時に確認をして、欲しいものだけ、まあ保存してやってもいいと思います。全部やんなくてもいいし、まとめて一気にやってもいいと思いますね。まあそんな感じで頑張ってくださいね。はい、楽しんでください。Everything's on sale. Your wish is my command.
like that one. Give me a shout if you have a question. That's a particularly good price. If you have any questions, I'm here. We've got the biggest selection in San Andreas. Feel free to flag me down if you want something.
I'm here to help. If I can help, just ask. Let me know if I can improve your shopping experience for you. We have more in the back. That's a great price! Bye.
We specialize in those.Everything's on sale. Your wish is my command. I like that one. Give me a shout if you have a question. That's a particularly good price.
If you have any questions, I'm here.